花一景吉原の友達探そう。2000円以下です。全部2000円以下で売ってます。俺やっぱ今こそ音楽の力が使えると思う。結構失敗してきたけど、多分今日までの布石だったんだと思う。トレイントレイン、栄光に向かって走る、聞かせておくれよ。ここは天国じゃないんだ、てんてん、どこまでも。あれ、売れたんですか、さっきのタバコ。全部2000円以下でやった。ゴミじゃないの、それゴミだよね。もういい目を持ってますね。これに目をつけたのすごくセンスいい。アートへの愛のかけらもないやつらだったな。センスいいですねって言葉にしますけど、でもやっぱり歌を歌う人一人来るんだと思う。美大生が好きなアーティストって誰だろう。坂本龍一とか。テン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 。その場で手に入ります。テン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 。好きなやつを選びます。作戦をちょっと見直す必要がありそうだね。こんなことやりましょう。ゴミだ。こんなゴミみたいな。もうどこまで戻らなくてもいいよ。寒い。食べ物をじゃあちょっと買ってよ。これで、あの木、あそこのとこめちゃくちゃ急にまっすぐになってますね。珍しい。今日来てよかったっすね。あったかい食べ物買いに行きましょうか。チャンス1回で。チャンス1回で、はい。これ今は邪魔だって思うでしょう。うん、後でわかります。音がやったらバリバリ言う。あったかいもんつったら、ジャガーバターとかですかね。ジャガーバターめちゃめちゃ近くだろうな。あ、タイカレーもいいっすね。じゃあタイカレー2つ楽しみですね。八幡でお待ちのお客様代表、お待たせいたしました。人いなくていい。吉田君は文化祭の思い出とかある？高校の時にバンドでオーディションに受からなくて出なかった。思い出ある。午前中ずっとお好み焼き売ってたんだけど、午後になって自由時間になってまで友達いなかったから5時間ぐらいトイレの個室の中で音楽聴いてた。でもトイレの個室の中にこもってたけど、俺は音楽聴いてるから他のやつよりいけてるなって思ったから。ドラゴンアッシュ聴いてたから。トイレドラゴンアッシュ聴いてる人結構日本でも少ない。まず文化祭で周りのやつらが浮かれてる時に俺一人だけファンタジスタ聴いたから。一番ファンタジスタが遠い。ここにいる。ちょっともうやめるしね。こういう学園祭、俺もう嫌いなんですよね、こういうの。もうなんか腹立ってきました。もう花毛、これでアクセサリー1個交換してもらえないか交渉してきたら。